はい、天の地チャンネルの天の地です、これからですねツーリングに行っていきたいと思います。まずですね筑波ベースに、ハーレーを取りに行きたいと思います。でそれまではねこの XSR で、向かいます。はい、で、今日はね千葉の方に房総の方にねツーリング行きますんで、まずはねこの XSR155 この走りからね見ていただいて途中でちょっと乗り換えてでね、ハーレーで行きたいと思いますんで皆さん楽しみにしてください。はい、今回の天のっちゃんねるはですね、2日間千葉の房総にねツーリングに行ってきました。で2日目はね茨城の鹿島神宮まで、行きます。で、今回ねまた新たなチャレンジということでこの走行シーンの中でナレーションを重ねていくっていうこともね、合わせてチャレンジしていきたいと思います。まずはね XSR でこれ茨城のですね筑波ベースに向かいます。で XSR のね乗り味まずこれ首都高に乗ってくるんですけども非常にですねこれ軽いです。なので、乗っててまず楽なのと 155cc という排気量がまたこれ絶妙で、高速道路も乗れるっていうね軽さと高速道路に乗れるっていうこの両立をしているところが XSR のね、魅力じゃないかなと買った理由もですねそこにあったりします。で、もう一つですねその軽さをね武器にねこれ走ってて高速道路の安定性とかね本当に155で大丈夫なのと思うかもしれないんですけどこれがまた全然大丈夫なんですよ。法定速度で巡航する分には全く問題ないですね。はい、このあたりもですね軽くて乗りやすくて取り回しがいいんだけど高速も乗れてしかも乗れるだけじゃなくて法定速度だったら全然安定して巡航できるっていうところもね魅力じゃないかと思います。検討している人はですねちょっと参考になるんじゃないかなと思います。でまたこれ余談ですけどね吉村のマフラーがすごくいい音でした。はい、ですね、筑波ベースに到着しました。今映ってるかな、XSR から、このハーレーのね、ロードスターに乗り換えて、ツーリングの方にね、行きたいと思います。ちょうどね、朝は少し曇ってましたけど、今はだいぶね、晴れまして、すごくいいんじゃないかなと思います。じゃあこれで、またウィンドウ越しにちょうど3台みんな並びましたね。じゃあちょっとこれでね装備を入れ替えて、行ってきます。はい、じゃあ行ってきます。はい、ここでですねハーレーに乗り換えました。これ乗り換えた直後はね特に感じるんですけどやっぱりハーレーはどっしりしてますよね。あと操作系がね非常に重たいです。XSR はクラッチも軽いしシフト操作も非常にですね、スムーズなんですけどもハーレーはまあ何て言うんですかね、全てに重さがあるというところなんですかね、味わい深いです。でそして高速に乗るとですねハーレーは今度は非常にですね低速トルクがたくさんあって、法定速度で走ってるとかなり、まあ、パワー的には余裕がありますね。で乗り心地もですね走ってしまえばハーレー決して重たくないです。ただ乗り換えた直後はやっぱりね250キロ、まあ、XSR の約倍ぐらいの重さありますからねそれやっぱどっしり感はまあ感じるというところですね。で常磐道も抜けてくる頃にはですねもうすっかりこのハーレーに体が慣れてまいります。で、あとこの間ねマフラー交換した動画を見ていただけた方もいらっしゃると思うんですけど非常に小気味いいサウンドとともにですね。でまたこれシートもねハーレー乗り心地すごくいいんですよね。で、このロードスターはですね、さらに言うとハーレーのスポーツモデルということでこのコーナーもね苦手じゃないんですよ。なので乗りやすくて乗り心地よくてコーナーも苦手じゃないと。ある意味僕は結構このハーレーの中では万能選手じゃないかななんて思いながらですね今ちょうど海ホタルに到着しました。ここでねみんなと待ち合わせてますので、結構ね今回は大排気量車4台ぐらいね集まってますんでそのご紹介も後でしたいと思います。
はい、到着しました。海が見えてます。はい、海ホタル到着しました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ここからはですね、ちょっとあの GoPro を付け替えまして、あの前浜の手チャンネルにも出てくれたロードキングの方にですね、ハーレーロードキングの方に付け替えて、なのでちょっと天の地の背中も映ってるんじゃないかと思うんですけど、白と黒のジャケット着てるのが僕ですね。ハーレーのロードスターと後ろの方からね、これショットを撮ってもらえて、嬉しいです。はい、ここからはですね、海ホタルをこれ、出てですね、この橋を渡って房総半島に入っていきますね。で、実はここでハプニングで、これちょっとあの僕この後にですね、急にいなくなるんですけど、ここでちょっとガス欠仕掛けまして、あの今実は僕だけ高速道路を降りてですね、ガソリンを入れに行っています。で、この後ね、あのパーキングで待ち合わせするんですけども、なのでしばらく僕はここね出てこないんですけど、まあ、非常にねこのあの房総の、まあ、素晴らしい景色が、これバイク日和でですね、あの気持ちよかったですね。この時で車も非常にね少なくてですね、でこれ前を走っているのはドカティのムルティストラーダっていうバイクで、今、まあ、結構流行ってると思うんですけども、こういうちょっと大型のですねツーリング向けのモデルですよね。で、横にあの荷物をね入れる大きいサイドバッグなんかもね、標準でついてるモデルです。はい、で、この機密のパーキングで、僕もですねここに後で追いつきました。で、追いついて GoPro を僕に付け替えましたというところですね。で、これ見てください。ヤシの木なんかが生えててね、すごいなんかもう日本じゃないみたいな雰囲気で、やっぱりこれぞツーリングって感じですよね。で、あの房総もですね、これ高速道路をぼちぼち降りたぐらいかな、本当に南房総、まあ、突端の方にこれは近くなってきてるんだと思います。で、この辺りからはですね、あの結構なんていうんですかね、ワインディングみたいな道もこうあってですね、非常に楽しかったですね。そしてまた今度は海沿いにこれ出てきたんじゃないかなと思うんですけれども、はい、で、これまあ大体ここで半日まではいかないんですけど、ロードスターこう乗ってきてですね、あの全然これ、あの皆さんハーレーって、半日乗るとどんな感じなのかなって思うんじゃないでしょうか。実はこれめちゃくちゃ左手がですね、あの握力が辛くなってきてます。やっぱりあのクラッチは重めですね。はい、まあ、ただそんなに頻繁にあのシフトチェンジしなくてもですね、あの3速ぐらいでずっと走れますから、あのその点は問題ないんですけど、やっぱりあのみんながですねクラッチを軽くする改造とかをしてるんですけども、僕もその気持ちがこのツーリングに行って分かりました。はい、ただ相変わらずね、シートは非常に座り心地も良くて、お尻なんかあんまり痛くならないですね。はい、で、ここで潮風王国に到着しました。はい、ちょっとねお昼の休憩です。こうやってね漁協直営ですね。はい、食べるものが結構いろいろありそうです。じゃあサンガで行くか、うん、サンガばっかりだもん。はい、海鮮がたくさん売っております。今日のこのお目当ての、はい、ソフトクリームです。はい、ここからはですね、今日の宿泊地ですね、台東に向かって、走っています。
結構ね時折こう海が見えたりというね、まあ、基本的にこれ海沿いの道をねずっと走ってるんですけれども、ちょっと GoPro には映ってないかな、はい、あこの辺りからちょっと海が抜けてくるんじゃないかと思いますけど、非常にですね走ってて気持ちがいい道路でしたね。はい、であまりスピードを出すわけでもなくね、のんびり走ってるんですけど、実はハーレーには、まあ、こういったゆっくり走ってるところが僕は結構似合うなと思っていて、さっきスポーツスターはねコーナリングも得意だよって話したんですけど、やっぱりトルクでですねどこ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 ってこの辺の海が見えるところをねゆっくり流すのが、まあ、合ってる気がしました。ただこの日はですね非常に暑くてですね、まあ、1日バイクを乗っていたらですねもう本当に汗だくになるような、まあ、ある意味ですね、まあ、いい天気だったとも言えるんですけども、そんな日でですねもうこの辺りはもう喉カラカラになって早く今日の泊まるところに着きたいななんて言って最後頑張って鞭打って走っているところですね。はいはい、また街が開けてきました。もうだいぶね泊まるところに近づいてきてるんじゃないかなというふうに思います。あとはここでですね、まあ、荷物の積載についてちょっとお話ししていきたいんですけど、ちらちら出てるんですけどシートの後ろにねこれバッチリ荷物詰めるというところで、ハーレーはロードスターロは荷物のバッチリ詰めます。スタート、はい、おはようございます。今日はね2日目ということで、今日は鹿島神宮に向けてまたツーリングしていきたいと思います。昨日の夜はですね美味しい焼肉をいただきました。パワーもつきましたんで今日も頑張ります。はい、ここからがちょうど2日目、これ鹿島神宮に向けてね出発しました。さっきちょこっと映ってたのが泊まったところですね。夜はもうひたすらみんなでバイク談義をしまして、で翌日鹿島神宮に向けて出発しました。2日間ね天候が持ってくれたのは非常に嬉しかったですね。でここから九十九里ロードというですね九十九里の本当にまっすぐな道をですね、ひたすら茨城の方に向かって走りました。ここが本当にね気持ちのいい道で、一直線でね右側がずっと海というですね、道で、これ本当にみんなとですね、まあ、ここもねあんまりスピード出すわけでもなくゆったりね、流すには最高の道でしたね。はい、こんなピースなんかしてますけどね。でこれまた走ってる時にですね結構やっぱりここツーリングしてる人も多いみたいで、対向車というかですねツーリングの人たちにもね結構すれ違います。はい、どうですか、これなんかもう本当にハーレーにはぴったりのシーンじゃないかなと思うんですけどね。でポジションこれ見てください、結構楽でしょ。であとちょっとこのシーンに映っている左のですね、ヘルメットの左下ってところに実はこれインカムを使ってですね結構話しながらツーリングを今回初めてしてみました。これが非常に実はですね楽しくてですね、でこのカメラのアングルなんかももうちょっとこの辺りに来てとか、あ今ちょうどすれ違いましたね、さっきツーリングの話もしましたけど今まさにすれ違いましたね。でこのインカムでねこう話しながら今手振ったねなんていうことをちょうどこの時話してたような気がします。でこれバイクのツーリングでインカム、まあ、使ってる方は当然多いと思うんですけど、まだ使ってないよっていう方いらっしゃればねぜひこれ試してみてください。もうやっぱりぐっとですね楽しいのと、あとやっぱり安全ですよね。信号の変わり目でですね今回例えば行ける行けないとか止まってとかね、そういうことが事前に分かるとこう無理にねみんなで越えたりとかいうことがなくなりますので、これ非常に安心です。あとまあガソリンのね減り具合もバイクによって違ったりもしますので、そういう情報交換も含めて楽しいし安全だしね。で雑音、これ風切り音なんか全然入らないですよ。ジェットヘルで僕マイクが口の前にあってこんなに風切り音が入らないのには驚きましたね。非常に喋っている音声はまあクリアですし、はい、で加えてね音楽なんかもこれかけれたりもしますので、喋らない時にはですね、少し小さい音で音楽なんかを流すなんていう機能もついてたりします。
はい、そうこう言っている間にですね、これ鹿島神宮にぼちぼち到着しますよ。はい、で鹿島神宮ではですね、これ安全祈願ですよね。はい、ちょっとお守りをね買ってきました。はい、これからしばらくねまたツーリングの機会が増えそうなので、ちゃんと交通安全のお守りをゲットします。はい、今日の目的地の鹿島神宮に到着しました。いや今日も晴れて最高ですね。はい、ここが鹿島神宮ですね。すごい荘厳な境内だね。あ、これは素晴らしいです。いやこれすごいね、来た甲斐がありますね。またここでねちょっとナレーション入れたいんですけど、実は天気が良かったのはここまでで、4時ぐらいから雨が降るかもしれないとなって、ちょっとみんなで慌てて帰ろうって言ってですね、これ帰宅の途に着くことになりました。はい、まあとは言ってもね、あんまり慌てて帰るっていうのもあれなん であと僕の場合は一度これ筑波ベースにね、ハーレーを戻しに行かなきゃいけないのなんで、これちょっと見てください。雲行きめちゃくちゃ怪しくなってません。はい、これちょっと大雨降る直前みたいなね。でこれ実際ですね、この後どうなるかっていうのは動画の一番最後で、皆さんお分かりいただけると思いますんで、あえてここでは言いませんが、もうとにかく空が危なくなっているというところですね。はい、であとまあこういうコーナー、ところすごくロードスター気持ちいいです。視線をね遠くに置いて、ゆっくりアクセル開けていくとね、本当に大げさじゃなくてね、トルクがあってこう飛んでるみたいなね、乗り味になります。皆さんね、ハーレーのスポーツスター、私のこの方はね、なんとね2021年で、終了しちゃうんですよね。で狙ってた方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、本当に乗り味的にはですね、乗りにくいと思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、ものすごく乗りやすいですから、狙ってた方はぜひですね注文してください。最後ですね、めちゃくちゃびちょびちょに濡れちゃいました。ちょっとこの動画だと分かりにくいかもしれないですけど、この足を見てください。もう完全に水が滴ってます。びっちょびちょになりました。いやー、雨降らずになんとかね逃げ切れるかと思ったけど、最後に降られちゃいましたね。わー、これ見てください、びちょびちょです。これほら、うわー、水出てくるの分かります？靴完全にびちょびちょになっちゃいました。でもね、楽しかったです。まあ無事に帰れてよかったです。またね、ツーリング行きたいと思います。じゃあねー、バイバイ。わー。